出てくるよ出てくるよ出てくるよ、きたー、うもう始まってる、これ始まってる、始まってます、始まってない雰囲気ですけど、どうもヒッピーですなんと日本に初めてピザの自販機ができたしかも広島にできた、しかも俺の家から歩いて5分のところにできた。これはきっとこれ俺がね誕生日になって初めての動画になると思うんだけど、これは絶対デブ神様と言いますか、ピザ神様と言いますか、神が与えてくれた誕生日プレゼントだと思うんです。そんな広島に初めてできた、日本に初めてできたこのピザの自動販売機、俺は今から頼んで食べたいと思います。なんとピザカッターもここにある。なんか2種類あるみたいなんで。そうです、2種類あります。どうせならマルゲリータとなんか4種のピザのやつ、うん、でさっき1回前の方がマルゲリータを頼まれてて、ちょうど動画撮りましたよねなので4種のやついきたいと思いますよっしゃー、あれこっから入れるよね。あ、種類これからだしこれこれポチを押してからお金です。あ、なるほど。そうでお金を入れてってなる。はい、おっしゃ、すーごい吸い込まれてきました。めっちゃ吸うはいはい、さあ調理始まりました。どんくらいでできるのかな。ここにはあと大体3分ぐらいで、およそ3分で焼き上がりますって書いてある。ちょっと待ちましょう。9、8、7、6、5、4、3、2、1、こい！こい！だってこれ広島にしかないけど、だって日本に。そうっす、そうっす。いや、いいね。あ、降りてきた降りてきた、出てくるよ出てくるよ出てくるよ、きたー、うぅー、うまそう。ねえガチピザやんけ結構分厚いし、プリーミーいや、これでもただの冷凍ピザレベルじゃないよね。いや、ほんますごいです、これ食べよう。いただきます。デブ神様、ピザ神様、本当にありがとうございます。広島に生まれてきて本当に良かったです。ほんま家から歩いて5分のところに、これがまさか降臨してくるとは日本初のっていうことなんで、ピザの自動販売機日本初の、俺の近所にあるんで、全国からもしお越し来られる方おられましたら、僕の近所お越しください詳細はこちらの方にあります。そして YouTube の方も、概要書いておきますんで、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントやいいね、コメントは全部返信してるんでチェックしてください。おいじゃね。おい、お釣り取り忘れて。熱っ、オーブン直結なんじゃないこれ。
嘘でしょ絶対。ちょっと持ってますでもお前熱いわ、うん、みんな気をつけて、ピザの自販機体感したいんだったら俺の近所に来い、待ってます。ほいじゃね。